はい、毎度毎度、富谷さんです。イエーイ。はい、ということでですね、今日はですね、常磐道の、上り、守谷のパーキングエリアに来ています。これね、久々に来たんやけど、守谷のパーキングエリアってね、工事してて、前来た時。で、それから多分僕来てないと思うんですけど、めっちゃ新しくなって、綺麗になって、広くなりましたね、守谷のパーキング。でね、ちょっとね、仕事行く前なんですけど、お腹減ったなぁ思ってね、なんか美味しいグルメを食べに行こう思ってね、ちょっと守谷のパーキングエリアに朝ごはんを食べに行きたいと思います。俺行ってきます。じゃあね。はい、ということで、トラックに戻ってきました。守谷のパーキング、海鮮丼食べてきました。ね、1200円で食べれました。すごい美味しかったですね。久しぶりにね、海鮮丼っていうのね、食べましたね。僕、海鮮好きなんですよ。はい。でね、海鮮丼1200円で食べたんですけど、まあ、よく言えば、もうちょっと量欲しかったかなっていう、もっとがっつり食いたいみたいな。まあ、そんな感じですかね。はい、これと、ちょろっとね、さっき映ったと思うんですけど、人形とか外に映ってて、野菜村っていうとこがまた別の建物であるんですけど、ちょっと時間の都合上、ちょっと野菜村の中入って撮影するまでの時間の余裕がなかったんで、ちょっと撮れてないんですけども、野菜村がね、どうやら18時、夜の18時に、閉まるみたいです。飲食っていうか、その食べるとこはまだ空いてるんですけど、その野菜村っていうところは18時で閉まるようですよ。はい。
今日はね、僕あの流山インター初めて降りるんですけどね、まあこの後ね流山インター降りてちょっと荷物を積みに行ってきます。はい、ということで、次回のまた動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね、高評価もよろしく、コメントもどしどしカモンでも返すの遅いけどね、うん、まあ呼んだらあの遅れてでも返しますんで、はい、あとツイッターフォローの方もここ出しておくんで、もしよかったらフォローよろしくお願いします。毎日更新してますんで、はい、ということで、みやたんでした。じゃあね、またね、ご安全に。